上は、いや、絶対、消えない。両立させてる仕事があって、なかなか学校に出られなかったりもする。今日は久しぶりのオフなので、私の大好きな親友のなほちゃんを呼び出して一日遊んで回ったの。その最後のイベントがこのトゥインクルガールズライブ。この町有数のライブハウスクラブベータで定期的にやってるんだけど、ここのユニットの子たちが超可愛くて、私はよく見に来てるんだ。トゥインクルはね、最近夜のランキング番組なんかにも出演してて、どんどん注目度が上がってきてるユニットなんだ。かわいいでしょ。私も何度か番組で一緒させてもらってて、メンバーの子たちとはメールとかツイッターでもよく絡んでる程度には仲良しだったりするんだよ。おライブが終わってベータの外、
箱から出てきたファンのみんなが通りにたまって余韻に浸り合っていた。思わず混じって一緒に感動したかったけど、通りを塞いじゃいけないので我慢。私たち二人は興奮しながら駅の方へ歩き出したの。見て見て、タオル買っちゃった。なほちゃんが物販コーナーで買ったらしいタオルを出してひらひら舞う。大ファンじゃん。いいなあ、私も次買おう。まだ9時か。ねえねえさやか、ガスツ寄ってこう。ガスツスイーツ食いたい。そうだね、寄ってこっか。ムフフ、スターミルクプリンスペシャルくだち。なほちゃんが得体の知れないものを注文する。何それ、超甘じゃない。星が7つ乗っててね、ミルクいっぱいかかっててね、うまいのこれ。この子がさえのきなほちゃん。同じ学校の同じ学年同じクラス。この子も少し私の環境と似ているところがあって、話というか気もあって、よく一緒にご飯とかしてるんだ。何より可愛いでしょ。一緒にいると女子の私でもなんだかふにゃーってなるから、この子大好きなんだね。うまいからさやかにもあげるね。ありがとう。じゃあ私はバターたっぷりパンケーキ。かしこまりました。とても夜の9時過ぎに女子が取るカロリーとは思えないけど、今日は二人とも朝から何にも食べてないから、これぐらいは全然いいのだ。てっ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 て。なほちゃんがトゥインクルの曲を口ずさみながらタオルを眺めている。この子こう見えて実は普段は超クール。学校のクラスメートがこの姿を見たら多分びっくりするはずだよ。私と二人っきりの時にだけこんな猫みたいな面白い姿を見せてくれるの。友達としてそれが結構嬉しかったりするんだ。そんなに喜んでくれたら誘った私も嬉しいよ。おもむろに顔を上げて、なほちゃんが私の目を見つめてくる。吸い込まれそうなぐらい澄んだ瞳。ん？どうしたの？心配だよさやか、このところあんまり休めてないんじゃない？顔に出ていた疲労は完璧に消してきたのに、なほちゃんはしっかり見抜く。この子に隠し事は絶対にできないな。この2ヶ月土日なしだったよ。声優さんとかドラマとかウェブラジオとかすごく忙しそう。なほたんもじゃあ毎日飛び回ってるでしょ。ラジオだけじゃなく心霊取材とか読モとか。そうだ、今度映画にも出るんでしょ。すごいじゃん。ただのエキストラだよ。斎藤匠の後ろでずーっとフレンチ食べてるだけ。てかまだ行ってなかったのにどうして知ってるの？ほんとね、田口さんのブログ超書いてあったよ。太文字で「みんななほちゃんを応援してください」って。げっそりとした顔でなほちゃんはペタリと机に伏せる。あの人の横では何の話もできないな。顎を机の上に乗せてほっぺたをぷーっと膨らませるなほちゃんをしばらく眺めて、私はいつ切り出そうかと迷っていた相談事に触れてみたの。あのね、なほたん、今度私のラジオでさ、怖い話特集やるの。あっ！突っ伏したままのなほちゃんが目を開ける。おや？興味ありかな？なほたん声いいしさ、ぜひ出てくれない？リスナーからの怖い話のお便りに専門家のコメントをつけてくれたらと思うの。
なほちゃんは机に頭を乗せたまま、しばらく考え込んでしまった。何か心配事でもあるのかな。けれど、私は今一瞬、この子の目がキラッとしたのを見逃さない。もう一押しだ。ね、お願い。なほたん顔出しオッケーでしょ。うちのリスナーさんたちも私たちの関係知ってるから、なほたんまだーってメールがしょっちゅう来てるし、超喜んでくれると思うんだよね。何より、私がなほたんと一緒にラジオをやってみたいの。にゃむにゃむ。あ、にゃむにゃむした。この子興味を示したわ。あとはカリカリで釣れば、きっと飛びつくわ。ほら。にゃー。ほらほら、ほらほら。ごにゃーお。たまになほちゃんは猫に、私は飼い主さんに化ける。ギャラは金の猫か？どういうことなんだぜ？じゃなくて、キルフェノンのカフェをご馳走するのでどう？ナホちゃんの顔がパーッと明るくなる。うん、出る出る。ありがとう、大好きナホちゃん。おにゃーおしゃー。なんでシャアするのよ。よし、快諾を取り付けた。私はこの時、顔いっぱいで至福の笑みを浮かべていたはず。ナホちゃんは今本当に人気があって、他のラジオにも呼ばれてたりしてるから、スケジュールを抑えるのが大変な子なのだ。一度仕事でも絡んでみたいと思ってたんだけど、こうもあっさり実現するとは。注文したスターミルクプリンスペシャルとバターたっぷりパンケーキを食べさせっこしながら楽しんでいたら、いつの間にか時計は10時を回っていた。そろそろ帰ろうかと、ナホちゃんと2人で席を立ち、そのままキャッキャフフしながらキロに着いたの。ナホたん、次学校いつだよ。明日行くよ。仕事でだいぶ授業サボってたから、せめてレポート出すようにって言われてるの。あー、なるほどね。うん、さやかも出さなきゃだよ、きっと。次、学校行ったら言われるよ。うわー、マジか。まあいいや、レポートくらい一晩徹夜すればなんとかなるさ。ああ、そうだ。家寄って、キビキ先生の本持ってく？読みたいって言ってたよね。どうせ帰り道だし。あ、うん、借りる借りる！押す押す。帰り道、ちょうど私の家に向かう道に、ナホちゃんが住んでる。というか、居候してる作家のキビキ先生のお屋敷がある。事情があって、ナホちゃんは今実家でなくて、ここから学校に通ってる。先生に弟子にしてもらうために転がり込んだって話だけど、この子の行動力には、いつも見習わなきゃって思わされる。先生、ただいま。やあ、おかえり。寒くなかったかい？君は？おろおろしていた私に目をやり、優しい目でキビキ先生が話しかけてくれた。イケメンだ。ワイケメンだ。こんばんは、はじめまして、大上さやかと申します。ペコリと頭を下げると、先生は優しい佇まいで微笑んでくれる。キビキです。ナホ君と仲良くしてくれてありがとう。いつも君の話を聞いていますよ。嬉しいです。私もナホちゃんからキビキ先生のことはいっぱい聞かせていただいています。きっと
私の失敗談ばかりじゃないかい。そんな、とんでもない。ねえねえ、さやか、せっかくだからお茶でも飲んでいかない？先生がね、超美味しいセカンドフラッシュのダージリンを買ってきてくれたの。急な振りにオロオロする。夜遅いし、先生に迷惑じゃない？